2021オートバックススーパー GT ラウンド4モテギ GT300 キロレース見事3位表彰台を獲得しました埼玉トヨペットグリーンブレイブ GR スープラ GT の川合光太選手吉田裕樹選手にインタビューをしたいと思いますではまずファーストスティントを担当した川合選手ご自身のスティントを振り返ってみていかがでしたか、はい はいえー、とまあ,あの今回も無交換作戦を考えてまして、えー、しっかりあのポジションを守って今回もまた GT スリーズが多かったのでなるべくポジションを守りつつタイヤを残して、えー、吉田さんに託すっていうところだったんですけども思ったよりもローンが上がってしまってでまた えー、いろいろ前の車と近づきすぎるといろいろな温度も上がってしまうということもあったので、えー、そういったところも考えながらやってはいたんですがやっぱりちょっとタイヤが厳しかったので、えー、タイヤ交換をして吉田さんにタイヤ交換をして託された吉田選手、えー、後半、かなりいいペースで順位を上げて前の2台を追いかける展開でしたけれどもスティンと振り返ってみていかがですか。そうですね、あのー ブリジストンって結構ウォームアップが、ね、心配ではあって自分たちも今まで使ってないレベルの硬い方を持ってきてたんで、まあ、それで無効化間狙ってたんですけど結局まあ難しかったんですけど、まあ、それでもウォームアップから悪くなくて1周目からすぐ温まってくれたおかげで、えー、244かなに1回抜かれたんですけどすぐまた挑めてで4号車っていう風にいけてでそこら辺の時はタイヤもあったんでいいペースで走れてて。 FCY が何回か続いて最後トップが見えてきて11号車と2号車がいてただあの仕掛けたいんですけどなかなかあの自分の車と相手の車の速いとこ遅いとこが違くてあとは500を抜かれるタイミングでうまく使ってとかっていう風に考えてはいたんですけどそこがやっぱりあの前走ってた平中選手がうまくて、まあ、車の特性も生かして。 実そういうい隙も見せないし立ち上がりのミスもないしでなかなかまあ決定打に欠けちゃったんで結局あの、ペースはもしかしたら抜いてたら前にいけてたかもしれないあの離せてたかもしれないんですけど、まあ、そこまではやっぱりなくて、まあ、悔しさはあるけど自分たちが、ねまあ、今まで茂木であんまりいい成績なかったんでそう考えると、まあ、次につながるレースではあるかなと思います。 昨シーズン惜しくもランキング2位という形で今シーズンは悲願のチャンピオン達成に向けてチーム一丸となって取り組んでいるところだと思うんですけれどがここまで3レースを終えて第2戦、富士は残念ながらトラブルもありポイントが取れなかったんですけどここまで完走した2レースは2つとも表彰台を獲得して安定した速さだと思いますが次戦、鈴鹿。 チームにとっても車両にとってもお二人にとっても得意な鈴鹿だと思いますが鈴鹿に向けた意気込み作戦と教えていただければと思います吉田選手お願いします、はいえー、鈴鹿は、ね、実際あのタイヤテストであの5月のレースがある予定だった前に4月,だっけ、ね、4月末ぐらいにテストしててで、まあ、いい感触も得てたんであの自分も鈴鹿で育ってますしいいレースができるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あの今回のレースで重くはなるんで。 そういった部分をうまくチーム力だったりブリヂストンさんの力借りてカバーできて、まあ、また取りこぼしのない、ね、レースを1、ね、回、僕ら富士に落ちちゃってるんでそれを考えるとやっぱりもちろん優勝は狙うんですけどまずは取りこぼさないというところでできたらなと思います川合選手、お願いします。 はい、えー、昨年の確か第3戦も鈴鹿だったと思うんですけどその時もあもポイントを取ってたので結構、重りを乗せて走ってたと思うんですけど、まあ、かなり近いあたりの重量にはなるのかなと予想はしていて、まあ、鈴鹿自体車との相性も悪くはないのであのやっぱり、ね、予選が大事だと思うんですけどしっかり前に立って、えー、またあの吉田さんとチームの皆さんと作戦を練りながら、えーまあ、優勝もちろん狙いたいんですけど、まあ、コンスタントにとって、えー、最後 の方でチャンピオンアナウンスをしっかりできるそんなあのレースを続けていきたいなとは思ってますはい。以上でインタビューは終了となります、えー、埼玉トイペットグリーンブレイブ GR スープラ GT のお二人でしたありがとうございましたありがとうございます